今日はね、まあ、年明け一発目なので、まあ、せっかくだったらなんだろう、こうすごく敷居を低くして本当の本当の初心者の人でも分かりやすいような動画をなんかシリーズ化していきたいなってちょっと思ってて、そうだな、題するならもう世界一優しいシーバス塾、まあ、そんな感じでやっていこうかな。で、まあ、第1回なんだけど本当はねもっと基本的なところもやりたいんですけど、それはまあおいおいやっていくんで、今回はもうねシーズン入っちゃうんで、シーズンに入ってしまうバチ抜けのテーマにしていろいろな話をしていこうかなと思ってます。まあね、本当に初心者の人だったらじゃあバチ抜けっていうことすら分かんないと思うんで、まあ、そういったところから拾ってやっていこうかなと思ってます。バチ抜けっていうのは糸目とか磯目とか誤解とか、まあ、それもね本当に初心者の人ってかそれの存在すら知らない人は分かんないかもしれないですけど、まあ、ミミズみたいなやつが、まあ、川の底の泥の中とかあと海底の泥の中にいっぱい潜んでるんですね。学術的には多毛類って言われてるんですけど、まあ、その総称として、釣り人の中ではバチって言ってるんですね。でバチ抜けの抜けなんですけど、そういった誤解とか磯目が繁殖行動ですね、川底だったり海底の泥の中から出てきて、みんなこう出会いを求めて上がってくるわけですね。まあそれをね、まあ、一つ一括りにしてバチ抜けって言ってます。で普通だったらこうシーバス小魚食ってるんですけど、小魚を食わないでその時期だけはバチを食う。まあ、自分が知ってる限りだと東北から、まあ九州まで、まあ、全国的にそのバチ抜けっていうのは発生してるんですね。ただこう地域によってその特徴だったりとかバチが出てくる時期の特徴だったりとか全く変わってくるので、まあ、今から言うお話は、まあ、大体関東圏に適用される話だと思ってもらえるといいかな。ただこの釣り方とかルアーのセレクトの仕方っていうのは、まあ、全国共通なので、まあ、そこも参考にしてもらえるといいかなと思います。でここで大事になってくるのがバチ抜けの釣りが成立する時期、まあ、年末ぐらいからその6月ぐらい、すごくね半年ぐらい期間があって長いんですけど、その中でもやっぱバチが出やすい時期、なおかつ魚がシーバスがちゃんとそのバチを食べてる時期、その釣りやすい時期っていうのが、もうちょっと絞られてきます。まあ、具体的に言うと2月から、5月ですね。だいぶ絞れました。今ね半年って言ってたんですけど 2,3,4,5 4ヶ月間ぐらいですね。まあ、ここが初心者の人でもすごく釣りやすい期間になってきます。でまたこの 2,3,4,5 の中でも大きく分けられることがあって、川で、釣れるバチ抜けのパターンと港湾部海の方で釣れるバチ抜けのパターンとまた時期がちょっと違うんですね。で特に、今からお話しするおすすめしたい釣りがその早い時期の川の釣りで、まあ、1月2月3月4月の前半ぐらいまでかな、川で比較的大きめのバチが出ます。で東京だと、まあ、隅田川だったり多摩川だったり中川新中川旧江戸川、主要なね一級河川いっぱいあるんですけど、まあ、こういったところでバチが出て大潮中潮の日にバチが出てそれ流されてるバチを食うシーバスを狙っていく釣りになります。どういった時に出てくるかっていうと夜の夕方以降の夜のしかも大潮とか中潮って言われる流れが強く発生するような日ですね。潮っていうのもまたねわからない人もいるんであれなんですけど、
海とかこう汽水域の河川とか川っていうのは、潮があります。干満の差が必ずあるんですよね。で、潮が満ちたり引いたりして水が減ったり増えたりする現象、まあ、潮汐あるんですけど、まあ、その中でも、その大きさによって種類が分けられてて、一番大きく動く潮が大潮で、その次は中潮、小潮、長潮、若潮ってあるんですけど、一括りにしてだいたい2週間で、一月にその周期が2回やってくる計算になります。だいたいです。まあ、もちろんズレはあるんですけど、でその2週間の中の大潮、中潮、そういったなるべく干満差の大きい時にそのバチっていうのが繁殖行動で出てくることが多いんですね。で、まあ、大潮と中潮の中でも、バチ抜きはね、夜行われることがほとんどなので、夕方の暗い時間に満潮が来る。要はこう流れが強く出ないとバチって遠くまで行けないので、でちょうどこう満潮の時間帯が夕方とか暗い時間にかかってくるような日で、なおかつ、流れが強く出る干満差の大きい日、大潮のね、そうだな、2日目とか3日目ぐらいから中潮の1日目2日目ぐらいまで、ざっくり言うと4日間から5日間ぐらいかな、しか発生しません、最初の時期はね。まあ、まずはその潮回りっていうのを気にしてもらって、なおかつその潮回りの中でも一番こうバチが出やすい夕方に満潮がかかる日からの、干潮までの下げ潮の日ですね、まあ、ここを狙っていってもらうと面白いんじゃないかな。まあ、具体的な時間帯で言うと6時、7時、8時、9時ぐらいまでかな、3時間から4時間ぐらいで、バチ自体はね、もっと後半の潮が止まるぐらいまで流れてる日もあるんですけど、まあ、今言った4日間5日間の中でも波があるんですよね。実は波というか山か、最初にバチが出る大潮の日は、まあ、ちょろちょろっとバチが出て、まあ、それでもね、あのシーバスがちゃんとバチ食ってて、まあ、釣れるは釣れるんですけど、どっちかというとバチの量はまだ少ない。で2日目結構なバチの量が出てきました。で結構釣れました。で3日目もそれなりの量が出て釣れました。で4日目ぐらいからちょっとバチの量減ってきたな、でシーバスが釣れる数も減ってきたな。で5日目になるとさらに減ってって、まあ、バチポロポロ見えてんだけどちょっと釣りにくくなってきたな、釣れなくなってきたな。5日目6日目とかになってくるともう全然釣れなくなってくるなみたいな、こう山があるんですね。今言った大潮中潮の4日間、5日間は、その中で釣りに行けるように、時間取ってもらえると可能性がぐっと上がるんじゃないかなと思います。特に満潮の時間から行ってください。満潮の時間から流れが出始めるタイミングでバチが出てきて浮き始めて流されるんで、そこからの3時間から4時間ですね、ここは必ずポイントにいてもらうように、お願いします。バチ抜けの時にね、すごく自分が重視しているのは風ですね。で、なんで風が大事になってくるかっていうと、風があった方がいいのかない方がいいのか、まあ、ここを、説明していくと、風がね、ない方がいいです。風があると水面が波立ってしまうので、バチがね、ちゃんと水面ギリギリまで浮いてきてくれなくなることが多いです。でなおかつバチ抜けのパターンの時に使うルアーっていうのは、まあ、小さかったり大きくても軽いルアーが多いので、なんでかというと、まあ、ゆっくり引きたいんでね、ゆっくり引きたいので風がない方がね、安定して引けるんですね。まあ、そういったところからも風がない方がすごく釣りやすい。1ヶ月の中でこう満月が出る日、新月の日、全く月が見えない日ってあるんですけど、満月の日、新月の日、だいたい大潮になります。じゃあどっちの大潮がいいの、新月がいいのか満月がいいのか、どっちの大潮がいいのってなった時に、バチ抜けに関してはどっちでもいいです。月が出てようが新月で全く月が出てなかろうが、どっちの潮でも大きく潮が流れるのでバチ自体は出てきます。満月みたいに光があっても、新月みたいに光がなくても、魚自体はちゃんとバチを食っててパターンにはめてあげれば釣ることができるので、まあ、そこは気にしなくていいかなと思います。
バチがいる場所ってすっごく広くて、まあ今言った川の川底、まあ、大体川の底って砂質だったり泥質だったりするんですけど、まあそれがあるところで、なおかつ汽水域ですね。汽水域っていうのは海水と淡水が混ざり合うような場所、まあこれの濃度はね、いろいろあると思うんですけど、大体ね、大きな川の方がバチ抜けます。抜けるし量も多いです。っていうのはやっぱり山からね、栄養豊富な水が流れてくる場所の方が、そういった泥質も餌が豊富だろうし、バチが生きていきやすい環境が整っていると思うんで、まあそういった大きい川、水の量の豊富な川、まあ、こういったところの方がバチっていうのはたくさんいるんじゃないかなと思ってます。まあ、ぶっちゃけね、川のどこでもバチ流れるんですよ。流れがあれば流れるし、まあ、川もね、いろんな場所があるんでまちまちなんですけど、例えば川のカーブで、川のカーブしてるところで、川のカーブの外側ってどうしても川の底が掘れるんで、流れが速くなるんで掘れるので水深が深いんですね。で、まあ、そういったところでもバチが流れるし、川の浅い側、川のそのカーブしてる内側の浅い側っていうのは、流れが緩いので川底掘られないので、どんどんこう上から流れてきた砂とか泥とかが堆積してって浅くなるんですね。でそういったところから出てくるバチもいて、流されるバチもいるので、まあ、ぶっちゃけね、そのじゃあ川の深い方浅い方どっちでバチが出て流されるんですかっていうと、どっちも流れるんですね。でどっちも流れるし、どっちでもシーバスがついてる可能性は考えられるんですけど、ぶっちゃけ釣りやすいのは浅い方です。流れが緩い方、なんでかっていうと、流れが緩い方の方が、バチがね、溜まりやすいんですね。まっすぐドカーンって流れてる川っていうのは、人工的に掘られた川でなければ、まあ、あとそういった砂泥が多くない多い川であれば、意外と両サイドどっちかが浅かったり、両サイドとも浅い場所もたくさんあります。でそういった浅いところと深いところがちゃんと隣接しているような場所に行ってもらうと、割と成立しやすいんじゃないかなと思います。ね、定番の場所で言うと河口域ですね。まあ、河口っていうのは川と海との境目、まあ、ここが一番こう定番のバチ抜けパターンのポイントとしては、もうメジャーでみんな釣り人が集まるような場所なんですけど、まあ、河口なんで海から入ってくるシーバスも釣れるし、川の中にいるシーバスも集まってくるんで、まあ、割とこうシーバス自体の数も多いし、バチもしっかり流れてくるしっていうので、やっぱり河口に近い場所っていうのはとても釣りやすい場所です。それ以外で言うと、河口からもう少し上に遡ったエリア、さらに遡ったエリアでももちろんバチが出るし、シーバスがつくような時期もちゃんとあるんで、まあ、河口だけじゃないっていうのは覚えてもらった方がいいかなと思います。で自分ね、東京でやってる限りだと、河口から10キロぐらい上のところでも普通にバチ抜けの釣りで大きいのも釣れたり、数も釣れたりしてるので、まあ、そういった規模の範囲の中ではバチ抜けの釣りが成立すると思って、間違いないと思います。場所によってはね、バチがたくさん出てるんだけど、もうシーバスが全然跳ねてない、水面に雰囲気がないっていう場所たくさんあります。そういった時は、まあ、ほとんどシーバスがいないと思ってもいいと思います。まあ、もちろんね、川底、まあ、表層に出てるバチじゃなくて下の方でシーバスが食ってるっていう可能性も考えられるんですけど、表層で楽しい釣りを したいと思ったら、場所を移動した方が、賢明だと思います。でまあ、釣り具屋さん行くともうね、すごく今たくさんの種類があって、まあ、選ぶの迷っちゃうと思うんですけど、昔はね、全然ルアーがなかったんで、割と限られたルアーの中でそういったバチの釣りをしてました。で今はね、本当にいっぱい種類があって、カテゴリーで言うとシンキングペンシルって言われる、細身の沈むルアーですね。で、まあ、割とこうバチに似せたような
細身で、放っておくと、投げて放っておくと沈んで、で巻いてくると浮き上がってきて、割とアクションがね、ルアーの動き自体は緩いタイプのものが多いんですけど、まあ、そういったシンキングペンシルっていうカテゴリーのルアー、まあ、これは必ずバチ抜けの時には必要になってきます。まあ、それからフローティングタイプのルアーですね、まあ、これはミノーだったり、まあ、ペンシルタイプもあるんですけど、まあ、このフローティングのタイプっていうのも必ず持っておいてほしい。なんでかっていうと、シンキングタイプっていうのは、まあ沈むので巻くスピードがどうしても速くなっちゃうんですね。まあ、その速く巻くことで釣れない魚もたくさんいるので、まあ、流れの中でどっちの向きに投げるかによってもその使い分けっていうのは出てくるんですけど、フローティングタイプ、浮くタイプっていうのは放っておいても、リール巻かなくても浮いててくれるんで、ずっと同じ層を通すことができる、しかもゆっくり、まあ、それで釣れる魚もたくさんいるんで、まあ、そこの使い分けでまずはシンキングペンシルとフローティングタイプ、まあ、このルアーを持っててもらえるといいかなと。まあ、バチ抜けの時にどれぐらいのじゃあ太さのルアーまで反応してくれますかっていう話になってくると、意外と太いルアーも反応してくれます。これはね、場所とか状況とかシーバスの数とか活性によっても全然違うんですけど、まあ、自分の実績だと、そうだな、これぐらい太いルアーでもバチ抜けの時に釣れちゃったりすることがあります。ただ、まあ、メインになってくるのはやっぱ細身ですね。まあ、大体アベレージでこれぐらいかな。で、時期によってはもっと細いものも使います、場所とかね。なので、まあ、どれぐらいの太さまで釣れますかっていうと、まあ、場所とか状況とかシーバスの、状態によっては、割と太いルアー、それからバタバタ動くものでもゆっくり動かせば釣れるよっていうのが本音です。長さ自分が経験したことがあるのは、そうだな、これがね11センチぐらいなんで、これぐらいまでかな、15センチ、16センチぐらいまでのルアーは反応したことがあります。まあ、それ以上の大きいルアーっていうのは自分投げたことがないので分かんないんですけど、細身であれば多分全然反応しちゃうと思います。 PSC ポップシークルーでこの時期おすすめしたいルアーが一つあります。バチ抜けにしっかり対応できるルアー、レクター 111F、まあ、この細身の、フローティングタイプのミノですね。これをぜひ使ってみてもらいたいんですよね。レクターはフローティングタイプなので、流れに対してやや上流側ですね、上流側に投げた時に放っておいても浮かんでてくれる。これシンキングタイプのルアーだとちゃんと巻かないと沈んでってしまうんですよね。なので、あの初心者の方にも扱いやすい、安定したレンジ、安定した層を引いてくれる、引っ張ってきてくれる。だちょっとこう巻くスピードが変わったとしても、不安定だったとしても、割とずっと同じようなことができる、同じ状態をキープして巻いてくることができるルアーなので、本当に初心者の方におすすめです。でこれがね、どういったタイプのルアーかっていうと、フローティングミノーなんですけど、動きとしてはかなり緩やかです。バタバタもしません。本当泳がしてくるとたまに揺らぐぐらいです。でこれが常にこうバタバタするようなルアーだとバチ抜けの時ってなかなか釣れないんですよね。でこのタイプのルアーはそういった川の流れの中、今ね、あの上流側に投げて放っておいても浮かびますよって言ったんですけど、これが流されて、自分が川に向かって垂直に立った時に、下流側にルアーが流されて入った時に、ルアーっていうのは水の抵抗を一番強く受けます。で水の抵抗を一番強く受けた時でも緩く動いてくれるルアーなので、そのバチを食ってるシーバスの状態にマッチさせることができるので、本当にバチだと思って食ってくれることが多いです。でもう一つ特徴は、このレクターが潜る深さで、バチ抜けって言われても、まあ、表層とか水面までバチ出てきますよって言ったんですけど、1月、2月、3月、まあ、4月前半の割と寒い時期の川のバチっていうのは、あんまりこう水面ギリギリまで出て引き波立てて泳ぐことってないんですね。なのでシーバスがこうバシャッと水面で食って、水しぶき上げて食ってるように見えたとしても、わずかに水面から下のバチを食ってることがほとんどです。本当水面から1センチとか2センチ、これぐらいのところを流されてるバチを食ってることがほとんどなので、
水しぶきを上げて食ってたとしても水面ギリギリじゃないんだよっていうのは、覚えておいてもらっていいのかな。でその中であえて木並みを立てて引っ張ってきた方が反応がいい時もあるんですね。それがアピールにつながってルアーの方真っ先に食ってくれるっていうシーンもあるんですけど、メインとしてはちょっと潜らせたいんですよ。ちょっと潜らせてこう吸い込みのいい状態で流してあげるっていうのが川鉢の時はだいたいハマることが多いので、その釣り方をメインに引き波を立てる釣りをしたり、シンキングペンシルでもう少し下を通してみたり、シンキングペンシルでレクターと同じそうなんだけど、巻きスピードの違うシンキングペンシルで流してみたり、まあ、そういった中のこう各メインとしてこのレクターっていうのは置いといてもらっていいんじゃないかなと思ってます。まあね、今ねここに並べてるだけでもめちゃくちゃいろんな色があるんですけど、まあ、バチ抜けの時どんな色使ったら釣れるんですかっていう話もねよく聞かれるんですよ。これはねもう本当状況とか、なんだろう、その釣り場の環境とかによってガラッと変わってしまうことが多いんですよね。で自分、まあ、1年通してバチ抜け以外の釣りもいろんな釣りするんですけど、バチ抜けの時ほどそのルアーの色で差が出る釣りはないと思ってます。なので普段自分あんまりルアーの色って気にしないんですよ。気にしないんだけど、バチ抜けの時期だけはルアーの色気にします。でこのレクター 11F の中で自分の中で最もこう実績が高いのはこのカルボナーラってから、まあ、ホワイトベースなんですけどレッドベリー、お腹だけがちょっと赤いんですね。なので下から見た時にシルエットがより細く出るんですね。まあ、こういったタイプのカラーはすごく実績が高いです。あと実績が高いのは今ここにないんですけど、まあ、同じカラーが別のルアーであるんで紹介します。ハッピーレモン、ハッピーレモンというカラーはチャートバック黄色の背中で蛍光色なんですけど、側面がちょっと透けてるんですね。でお腹がブルーパール塗ってあって、これも割と下から見た時のシルエットは出やすいんですけど、オールマイティーです。で迷ったらハッピーレモンを買ってもらうのが一番いい。でバチ抜けの時の、まあ、定番色としてはこういったオレンジ系、それからマットチャート、まあ、オレンジもねこれマットなんですけど、こういった割と派手めのカラーっていうのが、まあ、他のシーズンよりも使う頻度が高いかな。だからこの辺は、まあ、高実績のカラーになります。でね、今言ってこの派手なカラーと対極にあるのが地味なカラー。一番実績のあるこのカルボナーラだったりこの辺のマット系のオレンジで、魚がいて跳ねてるのに全然食わない時があるんですよね。そこはねなかなかこう統計取っても傾向っていうのは見えてこないんですけど、本当に魚がいてこれでこっちを投げてカルボナーラ、まあ、ゴールデンマンゴーってオレンジ系投げて釣れないのに、こっちのねホワイトシャドウとかブルーソーダクリームか、こっちのちょっと地味なカラーを投げるとハマっちゃうことが多いです。まあ、レクターじゃないんですけど、もうこういったね茶色系のカラーっていうのも使ってみてもらってもいいと思うんですよね。でやっぱりこうバチって基本的に地味な色なので、まあ地味な色もかなり実績が高いです。で自分他のメーカーさんでやらせてもらってるバチ抜けの、ルアーのカラーの中では本当にバチに近いようなカラーも使ってるので、まあ、バチもねいろんな色がいるんですよ。オレンジ系のバチもいれば赤系のバチもいるし、茶色系もいるしグリーン系もいるんですよ。で、まあ、そういったとこで、まあ、色を合わせるっていう言い方はあんまり自分したくないんですけど、まあ、派手めの色を抑えて、まあ、地味めの色でやってあげることでハマるシーンもあるので、本当ね地味系のカラーも美味しいんですよ。え美味しいのよ。美味しい。そうそうそう、美味しいの。どういうこと？美味しいのこれ。あら、食べちゃった。美味しいんで、あ、ぜひ地味系のカラーも使ってください。バンって食べれるんですか？あ、これね今チョコレートです。すいません。チョコレート。ちょっとお腹空いちゃったんで。
そうだから、まあ、地味めの、ね、カラーもあの実績が高いので、まあ、派手めのカラーとのローテーションの中に入れてもらえるとあの答えが出てくると思います。どっちかに傾向が出てくると思うんで、まあ、傾向を見るためにもカラーっていうのはローテーションしてもらえるとバチ抜けの時はなおさら傾向をつかみやすいと思うんでやってみてください。バチ抜けの時の、釣り方、それから、まあ、ルアーの使い方、流し方ですね、まあ、ここを解説していきたいと思うんですけど、まあ、一つはバチ抜けの時に使うシンキングペンシル、これもね重さいっぱいあるんで何とも言えないんですけど、バチ抜けのシーバスを釣るために作られたシンキングペンシルっていうのは比較的軽めに作られているものが多いので、まあ、そういったタイプのルアーを使ってもらって釣りをする。でその時にじゃあどういうふうに、実際投げて使いますか、まあ、シンキングペンシルというのは当然沈んでいくので、まあ、自分が川の正面に対して立った時にものすごく川の上流側に向かって投げちゃうと川の流れがあるので川の流れより速いスピードで巻いて水を当ててあげないとルアーに水を当ててあげないと浮き上がってきてくれないんですね。でそのスピードで引いてしまうと流れてるバチを食うシーバスって追いかけきれないんですよね。で、まあ、バチが流れていくスピードを見てもらったら分かるんですけど、まあ、それと同じスピードかそれよりもゆっくりなスピードで流してあげて見せて食わせてあげたい、そっちの方が実績が高いのであんまり早く巻いてしまうと食わないことが多いです。なのでシンキングペンシルを使う場合は川に対して正面に立った時にちょっとだけ上流側に、例えば 川に向かって正面に立った時、まあ、それが12時だとしたら11時とか10時ぐらいの方向に投げてもらって、川より少し早めのスピードで巻き始めて流しながら、巻きながら流されていく。よくねドリフトとか流すっていう表現をシーバスでは使うんですけど、ただ流すだけじゃなくて実はあのちゃんと巻いてるんですね。で巻いてる状態で流されてるっていうのが正しい表現で、要はルアーがその正しい泳ぎをしてないと釣れないので、正しい泳ぎをさせるために流れより速いスピードで、ルアーに水を当ててあげて動きを出してあげる。で自分の正面を過ぎると流れに対してルアーの頭が上流に向き始めるので、そうすると流れをつかむ力が強くなってくるんですね。流れをつかむ力が強くなってくるとルアーがより動くようになってくるので、そこを制御してあげるために、リールを巻くスピードっていうのを遅くします。なので投げて一定のスピードで引いてくださいよっていう釣りではちょっとないんですね。そこが難しいところ、川の流れの中で、まあ、バチ抜けの釣りをする時の難しいっていうところは、流れの向き、ルアーが今流れのどこの状態にあるかっていう時にどういうふうにリールの巻くスピードを変えてあげるかっていうのがすごい重要になってきます。で自分の正面を過ぎて下流側になればなるほど水をつかむ力が強くなってルアーがすごくよく動くようになってしまうので、そこの動きを制御するためにどん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 スピードを落としてあげる。何も流れがないところで、ルアーを投げた時にベストなスピードが5だとします。5っていう巻くスピードでこのルアーがベストな状態で動くとしたら、川に行くと流れがあります、5っていうスピードで流れてますっていうとだとしたら、自分の正面からちょっと上流側11時とか 10時ぐらいに投げた時は流されてはいるけど水を掴んでないので、ルアーがベストの動きがするのが5だとしたら6ぐらいのスピードで巻かないと動いてくれないんですね。で川の下流側に入った時に、川の5っていうスピードの中の4とか3とかっていうスピードを受けてしまうので、リールを巻くスピードを1とか2ぐらいまで落とさないとダメなんですね。ルアーのベストな動きが5だとしたら5になるように
全て調整してあげるっていうのが本来のその巻きながら流してあげるっていう釣り方です。ここを注意してもらって、いろんなルアー使ってもらいたいんですけど、まあ、今説明したのがシンキングペンシルの使い方で、もう一つ、まあ、レクターのフローティングのねタイプのルアーの使い方、まあ、レクターはフローティングタイプで、動きが緩い弱いタイプのルアーです。でこれを使うときはシンキングタイプ そのシンキングペンシルよりも潜る深さを安定して引いてくることができるルアーなので、割とこう使えるスピード域の幅っていうのが広くなってます。なのでシンキングペンシルよりももっと上流側に向かって投げて、巻いてくることができます。その時も流れのスピードよりちょっとだけ速いスピードで巻いてあげてください。そうすることで、若干潜って動きをちゃんと出しながら引っ張ってくることができる。で自分の正面を過ぎたら、リール巻くスピードを落としてあげて、ルアーが流れをつかむ力をちょっと弱めてあげてほしい。そうすることで潜る深さも安定して引いてくることができるし、動きも安定して流すことができるので、そこを注意して使ってもらうのがベストです。でレクターは水を当てて引っ張ってくるとちょっとだけ潜ります。だいたい5センチ前後ぐらいで、水を当てないで引っ張ってくる、ゆっくり引っ張ってくると引き波を立てて引いてくることもできるんですけど、レクターはそのちょっとだけ下、水面からちょっとだけ下を安定して引いてくることができるようにした時にバチ抜けのシーバスが、しっかり食ってくれるように設計したルアーなので、流れよりちょっとだけ速いスピードで当てて引っ張ってあげる。そうすることで、ベストなアクションを保った状態で流すことができるので、そこだけ注意して使ってみてください。まあ、実際ね、あのレクターをどんな状況で使ってるんですかっていうと、川鉢のパターンの時によく使ってる、よく行く場所、よくやる条件っていうのは、川の水深の浅い場所、まあ、水深が浅いって言っても岸際が0センチでこうなだらかにこう水深が深くなってくるような場所ですね。満潮の時に自分の立ってる場所、足元で水深が50センチ、60センチで、10メートル先で7、80センチで、20メートル先で1メートルぐらいで、30メートル、40メートル先で1.5メートル、2メートルぐらいにこうスッと落ちていくような場所だとしたら、流れ自体は深いところの方がやっぱ速く走るんですよね。でその20メートルぐらいから内側の水深の浅いところ、1メートル未満のところっていうのは流れが緩いことが多いです。やっぱ水深が浅いと川底の摩擦も大きいので流れが緩くなります。で流れが緩いところと速いところがこう隣接しているような場所でよく使うんですけど、そういうところは浅いところから急に深くなるところ、こう駆け上がりっていうんですけど、まあルアーをやってる人だとブレイクっていう言い方をするんですけど、まあ、その急に深くなるところが、だいたい境目になってきます。流れの境目、水深の深いところの方が速くて、水深の浅いところの方が流れが緩い、そこの境目に当たるのが駆け上がりと言われるブレイクですね。まあ、そこの境目っていうのは流れの速いところと弱いところの間にこう流れのスピードの違いができるので、流れの渦ができるんですね。まあ、そういったところにバチが溜まりやすかったり、あともう一つシーバスの回遊ルートになっていることが多いので、まあ、そういったところを重視して目視で確認して、ここに筋があるなとか、そのよれてる場所があるな、まあ、実際投げてみてルアーが速く流されるところ、ルアーがゆっくり流されるところ分かると思います。でその境目を探してもらいながら、釣ってもらえるといいんじゃないかな。だいたいそういった境目のところでシーバスがバチを送って跳ねたりすることよく見られるので、まあ、そこを重視して釣ってもらうと割とイージーに釣れると思います。でそういった流れの変化が発生する場所っていうのを探しながら、ポイントっていうのを決めてもらうっていうのはいいのかな。まあ、それ以外に、分かりやすいのが潮目、まあ、これもねやっぱり流れの質が違うから潮目っていうのが発生するんですけど、
潮目がないところは水面がちょっとさわさわと波立ってて、で潮目っていうのはなんか絶妙に流れが均衡してて、割と水面が鏡みたいにつるっとしたところが筋のように入ります。でそこが流れの違うところの境目になっているので、まあ、そういったところに集まるバチ、シーバスを釣ってもらう、まあ、そういった見た目で分かりやすいポイントというのもポイントっていうのもあるので、ポイントを探す時の目安にしてもらえるといいのかな、まあ、それ以外だと細かいところで言うと光ですね。でバッチはね結構光に集まることも多いので、光の境目、まあ、簡単に言うと橋がある場所、まあ、橋がある場所っていうのは上にガイドがついてますよね。でガイドがついてるんで明るいところと暗いところの境目ができます。でそこの暗い側にシーバスがついて明るい側から流されてくるバチを食うっていうシーンもあるし、あとそれがね川と水平になるような場所もあります。まあ、東京だったらあの首都高とか通ってるんで、川と平行に首都高が通ってるような場所は明かりに照らされて明るいところと、影になった暗いところが川に水平に現れるような場所もあるんですね。まあ、そういったところの境目がポイントになることもあります。それから水深の浅い場所なんだけど、ところどころにこう捨て石があったり杭があったりして流れが変化しやすいような場所ですね。こういったところも、シーバスがバチを食いやすい、それからルアーで釣りやすいピンポイントになってくるんで、水深が浅い場所、浅い時に潮が引いた時に、まあ、1回でもいいからね確認してもらうと、そういったところが、ポイントになってくる、そういった場所もたくさんあるんで、通ってみてそのポイントの癖をつかんでもらう、そういう場所に魚がつくんだよっていうのを後々確認しながら釣ってもらえると面白いのかなと思います。バチ抜けの時はシーバスがバチを食ってバシャって跳ねるんで、すぐにこうシーバスがいるって分かるんですけど、今言った流れが変化している場所、潮目、それから川底の構造物、捨て石だったり、何か沈んでるもの、まあ、そういったところで流れが変化する場所じゃないところでもバチが流れててシーバスが食ってるシーンってたくさんあります。それを釣るのが割と難しいんですね。ぶっちゃけこう何かが変化している場所で釣るのが最も簡単なんですけど、そうじゃなくてもバチが流れててシーバスがちゃんとついてて釣れる場所っていう釣れる場所、釣り方っていうのもあります。でこういったところはアップの釣り、アップの釣りっていうのは川に対して自分が垂直に立った時に上流側ですね、なのでおのずとフローティングタイプのルアーを使うことになるんですけど、上流側に投げてやってバチが流れるスピードと似たようなスピードで川の流れに同調させながら巻いて流してあげるっていうのがもう基本的な、そういったあんまり変化のないところでシーバスがバチを食ってる時のパターンになります。なのでフローティングタイプを一つ持ってもらえると、いろんな状況に対して対応できる幅っていうのが広がってくるので、本当ね何も変化がないところでバチ食ってるシーバスっていうのが一番難しいんですよ。でこれで実績が高いのはフローティングタイプなので、今言った釣り方を参考にしてもらいながら、フローティングタイプでもルアーローテーションしてもらって、どのルアーがハマるのかなっていうのをその場の状況に応じてね、コロ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 ルアー変えて試していってもらえると当たりが出てくると思うんで、やってみてください。はい、ということでね、長々といろいろ喋ってきたんですけど、まあ、バチ抜けパターンでこうシーバスを釣るっていうところで、まあ、大事になってくるところが、まとめていくと、まずはバチが出る日、まあ、潮回りがあってその中の大潮、中潮で満潮が夕方にかかる日、そこからの下げ潮ですね。で川の下流域、河口域、まあ、中流域でもバチが出るとかたくさんあるんですけど、まあ、特に河口域、下流域、魚数も多いし、
割とポイントも広いし、バチもしっかり流れてきやすい場所ですね。まあ、こういったところで水深の浅い場所、それから流れの当たる場所だけじゃなくて流れの巻く場所、緩い場所、まあ、こういった水深の変化がある場所、流れの変化のある場所、そういったところを見つけてもらって、バチとシーバスがちゃんとリンクしているような場所ですね。まあ、こういった場所を見つけてもらうのがベストですね。まあ、ルアーに関してはシンキングペンシルとフローティングタイプのルアー、まあ代表するバチ抜けで使う2つのルアーですね、タイプのルアー必ず持っていてほしいよって言ったんですけど、まあその中でポップシークルとしてはレクサの 111F、 これは川の上流側に向かって投げて流してやってもすごく使える状況に対するね、対応できる幅っていうのが広くなっているので、レクターのアクションというのは唯一無二です。まあ、既存のバチ抜けに対応できるルアーというのはたくさんあるんですけど、フローティングタイプで本当に水面ギリギリをこんだけの緩いアクションで巻いてこれるルアーっていうのは、まあ、レクターしかないので、まあ、これで、ぜひ、バチ抜け、今シーズンのバチ抜けですね、攻略してもらえると嬉しいです。